出会ったのは11月の6日なんですけど、でチェリータン納車1周年記念日みたいなね、日になるんですけども、何しようかな、チェリータン1周年お誕生日ではないけれども、なんだろう、そういうアニバーサリーだね、うん、なんかをやりたいなと思ってるんだけど、何がいいかな。チェリータンのねプレゼント、そう、私はこのノーマルのチェリータンが好きなの、そうだから極力何かを、ま、ね、壊れちゃったりとかして買えるならいいんだけど、いじりたくはないので、どうしようかな。となるともうチェリータンと思い出作りのデートだなデートだなこれはだ、見たことない景色とか、そうチェリータンと一緒に見たい景色を探しに、ツーリング行くのもありっちゃありなのかなって思ってますね、うん、だからね、チェリータンと、2人で行くラブラブデートのねツーリング先をちょっと募集してますんで、なんかそのいっぱいね、いろいろ行きたいところはあるんだけれども、でもやっぱり1人で行くとかなるとあんまり遠いところだとやっぱ不安になっちゃう部分もあるしね、もし向こうでバイクトラブルがなんかあって、帰ってくるときになんか困難になったりとかしたらちょっと怖いから、そうね、まあ、ちょっと羽を伸ばしてっていうくらいの距離なんですけど、難しいね、いいツーリングスポットが見つかることを祈るばかりでございます。はい、綺麗だね、チェリータン。